ここからはコンテナビジネスのリーダーが築くオープンシフトのエコシステムと題してオープンシフトのビジネス状況に注目しながらそのコアバリューについてご紹介していきます NEC 様、AWS 様にご講演いただき誠にありがとうございました NEC 様におかれましては本年度の APAC パートナーワードをご一生いただきましたこの場をお借りして改めて NEC 様のご活躍及び オープンシフトの拡販に多大なるご支援をいただいておりますことをお礼申し上げます。N E C 様の成田空港ワンアイディープロジェクトではオープンシフトを活用し、顔認証技術を使い、搭乗手続きを自動化するサービスの開発に取り組んでいただいています。こうしたプロジェクトはビジネスや社会をより良い方向に変革するという N E C 様のデジタルトランスフォーメーションを加速する一つの最適解だと理解をしています。一方 A W S 様には。 今後、独自のオープンシフトマネージャーサービスを展開、マネージャーサービスの展開を行っていただきます。これは AWS 利用者様がワンクリックでオープンシフトを展開でき、すぐにアプリケーション開発を始められるというソリューションです。また、展開だけではなく、オープンシフト自体の運用も AWS 様が行うため、運用コースの削減にも大きく寄与しています。これらの新規性の高いプロジェクトの推進や、 マネージドサービスの提供がパートナー様によって支えられることでレッドハットが目指すオープンハビリットクラウドの世界を作り上げていきます、えー、こちらに示した表は独立系調査会社のホレスター様が提供しているマルチクラウド環境でのコンテナ開発プラットフォームの調査結果です。ご覧いただいておりますとおりこの外部調査によってもレッドハットのコンテナプラットフォームの評価はリーダーというポジションをいただいております。 この調査では現在の製品ポートフォリオ、製品戦略、市場での存在という3つのカテゴリーにおいて評価されていますこの中でオープンシフトは戦略そして市場での存在感という2つの軸で最高のスコアを獲得しましたこれはまさに多くのコンテナサービスのうちオープンシフトが今後のクラウドネイティブな世界の先端を走り牽引していくプロダクトとして認定されていることを示しています 本日は細かくは紹介できませんが、こちらの詳細結果はレッドハットのサイトからダウンロードしていただき、ご確認いただくことができます。また、オープンシフトの活用は年々増加しており、今現在オープンシフトを利用しているお客様の数は2000社を超えております。グローバル全体を見ても、金融業界、政府公共機関というとりわけガバナンスや変更要求に厳しい業界での実績を多数保持しています。 これはオープンシフトをはじめレッドハットがオープンソースの信頼をエンタープライズ領域で勝ち得てきた証拠だと考えています。こうしたグローバルでの実績やノウハウをもとに日本においても金融公共での実績がすでに広がってきております。本日は一例しか紹介できませんが本イベントのスポンサー企業様の一社である CTC 様によって提供いただいている コープ教債様での事例を取り上げさせていただきますコープ様はオープンシフトを活用することで従来のウェブシステム基盤を刷新されました昨今のウェブシステムでは必要な機能を全て揃えより便利に使えるものを極力短期間で開設しなければなりませんまたインターネットサイトではよく発生する突発的なアクセス集中といった課題にも対応しなければなりませんこうした 環境のもとオープンシフトを活用することでアプリケーションリリースサイクルの短縮や需要に応じたリソース提供によってコスト削減というメリットを享受されましたこのような成果を得る上で重要だったのがオープンシフトの価値訴求ですここ数年でコンテナの需要が高まりコンテナに移行する企業が急増していますしかしながらその多くの企業が トレンンドでであるといいう理由でコンテナを採用していますもちろん次世代のプラットフォームを担うという点においてコンテナは今後の IT ビジネスを支える上で欠かせない技術ですしかしプラットフォームに価値を置く時代は終わったのではないでしょうかこれからのクラウドネイティブな時代ではプラットフォームにこれまでの運用作業や工地作業を任せ既存の運用を改善していくことが重要ですオープンシフトは 日常の運用の中で発生する繰り返し業務の自動化にフォーカスをしていますパッチ当てや確認作業のように多くの工数や費用をかかる業務を自動化することでこれまで運用にかかっていた工数を削減しその工数を開発業務に当ててもらうことでビジネスの価値を得ていただくことが重要だと考えていますこうした自動化による運用支援メリットを得られてこそコンテナを使う価値が出てまいります 運用とは言っても大きく一つ,つはアプリケーション運用の簡素化そしてもう一つはクラスタン運用の効率化ですまずはビジネスの要求によって変化する多様なワークロードを迅速にアプリケーションに反映しなければなりません従いましてアプリケーションの運用が複雑化することは好ましくありません一方近年ではオンプレミス,オンプレミスだけではなく クラウドでの利用も増えてきていますこれによりまして昨日まで運用していた基盤が急な障害や価格変更によって異なる環境に移行せざるをなくなる状況に陥ることも珍しくありませんこうしたアプリ側インフラ側の環境変化に対応するべくオープンシフトは運用の多くを自動化していますこれによってどこであっても同じ運用を続けられるというメリットが享受でき 人材不足の解消やシステムの柔軟性に寄与しますこれがレッドハットが目指すオープンハイブリッドクラウドですまずインフラの運用を考えてみましょうこれまでは一つ一つのクラウドや基盤に対して運用ノウハウが異なっていましたこうした運用ノウハウを社内だけで管理するのは人材の面でもコストの面でも難しいものがありますオープンシフトは コンテナが持つ可搬性を生かしてマルチクラウドになっていても、まあクラスター運用者の負担を増やさないようさまざまなクラウドサービスでマネージャサービスを提供しています。スライド向かって左側にある一つ目がオープンシフトデビデイテッドになります。これはレッドハットの SRE と呼ばれるクラウド運用者が運用する独自のオープンシフトマネージャサービスです。レッドハットの SRE が AWS または Google クラウドに オープンシフトを構築して運用たがい,いましてサービスとしては RedHat と契約するサービスになります一方マイクロソフト様 AWS 様 IBM 様が持つクラウド上で展開されるマネージドオープンシフトも提供されていますこれは各クラウドプロバイダー様にオープンシフトの運用を行っていただくそういうサービスですここれを活用することで お客様がクラウド上で動かしている既存のワークロードとオープンシフトとの連携も柔軟に行うことができます、えー、さらに日本のパートナー様にご支援いただいて国内のパートナー様が提供するオープンシフトマネージドサービスもございますこれは昨年立ち上げたオープンシフトマネージドプラクティスプログラムというパートナープログラムを通して各社でのマネージドサービスをご支援いただいております またオープンシフトマネージドサービスは今年10月に大きく価格を下げる方針を示しましたこれはお客様の運用負荷を下げるマネージドクラウドをより活用していただくとともにレッドハット自身がクラウドに舵を切っていることを示しています価格体系としてはオープンシフトデディ,ィケートに関わる追加ードで約75%の割引を提示させていただいておりますこの点に関しましてはレッドハットが提供する オープンシフトデディケートのみならず、パートナー各社様が提供するオープンシフトのマネージドサービスに関しましても、さらに加速すべく準備を進めております。オープンシフトのマネージドサービスを展開いただいているパートナー様からの価格に関しましては、ぜひ各社様にお問い合わせいただければと思います。現在、多くの企業では人材不足や品質維持の困難が叫ばれています。こうした中、 より安定したオープンシフトの運用を提供することでお客様が本来やらなければならない開発業務に専念いただくことが今回の価格変更の戦略となっています。一方アプリケーションの運用やコースについてて考えてみましょうこれまでのアプリケーションやインフラの運用では人が手順書を確認しながらインストールやバックアップ監視といった作業を行ってきました。 これは運用コースの肥大化だけではなく運用の属人化にもつながりますもしその担当者がいなくなってしまうと運用の継続性が担保できなくなりますこうした運用の属人化という従来の課題を自動化によって解決できる機能がオペレーターですオープンシフトが他社のコンテナサービスと圧倒的に異なり独自の価値を提供しているのがこのオペレーターといっても過言ではありません オープンシフトのコンポーネントの多くがこのオペレーターで動いておりコンテナにおける運用を自動化することでアプリケーション固有の運用から解放され運用コーの圧縮に直結しますデジタルトランスフォーメーションという言葉だけに踊らされず今まさにこうした自動化による運用業務改善を目指推進することでコンテナ導入の成功を支援している企業が増えてきていますその一つの企業が富士通様です 富士通様は自社で開発されている富士通エンタープライズ Postgres 11の運用を自動化しオープンシート認定のオペレーターを提供されていますこれによって高度なセキュリティ担保パフォーマンスのチューニング自動的な展開といったこれまで負荷が高かったデータベースの運用を自動化されていますこうしたオペレーター開発に取り組んでいただくことによりって アプリケーション固有の運用のアフトともにエンタープライズグレードなサポートが提供できますこうした品質の高いコンテナをレッドハットは今オンプレミスやクラウド上でも簡単に活用できるようにプロダクトを提供していますこれまでのアプリケーションやメドルウェアの展開や運用はアプリケーション開発者やインフラ運用者が時間を割いて管理をしてきました こうした根体に関わる運用を簡素化し、かつサポート付き提供する方法として、Red Hat Marketplace があります。このマーケットプレイスでは、認定されたソフトウェアを購入することで、どこの環境でも素早く展開できます。例えば、AI やデータベース、モニタリング、ビッグデータ関連の独立系ソフトウェアベンダーのソフトウェアを幅広く揃えております。またこれによりまして、 ハイブリッドクラウド環境に配備されているすべてのソフトウェアの利用量や課金額環境を横断してそういったものを追跡することも魅力の一つになっていますこうしたオープンシフトのエコシステムを日本でも加速するために RedHat ではパートナープログラムに大変力を入れております国内では2019年にオープンシフトマネージドプラクティスプログラムを設立いたしました これは国内のパートナー様が提供するマネージドオープンシフトをご支援させていただくプログラムです国内のパートナー様にオープンシフトを提供いただくことによって既存の国内エンタープライズのお客様にも安心してオープンシフトの運用を任せられるという環境を広げていく取り組みとなっております一方、えー、昨日十二月九日に発表させていただいた新しいプログラムが レッドハット e ーバーネッツオペレータープロジェクトです。これは先ほど紹介したオペレーターを。パートナー様に作成いただくことで。パートナー様が持つソフトウェアを。オープンシフト上でも安心して稼働いただくことを目的としています。オープンシフト上のオペレーターを登録するためには。パートナー認定が必要であり。オペレーターの開発や。パートナーのご支援をさせていただくプロジェクトとなっております。このプロジェクトにおいて。 日本でいち早く貢献いただいたパートナー様が富士通様になりますさらに今後はインテグレーション向けの技術支援プログラムも予定しておりますこれはパートナー様が持つ業界特性を生かしたサービスとオープンシフトを連携することでサポート体制の強化を図ることを予定しておりますこのようにオープンシフトのエコシステムは国内においても広がりを見せコンテナ市場全体をリードしています 今流行りだからという理由だけでコンテナと仮想化基盤を統合するとビジネスの効果が見えづらくなりますコンテナを導入するからにはアプリケーションやインフラ運用の簡素化とそういったメリットを徹底することが大変重要ですそれができてこそ本来あるビジネスの要求に迅速に対応できる環境が提供されますクラスター運用の効率化 アプリケーション運用の簡素化というオープンシフトの価値はこうした運用の自立化によって支えられています今後もレッドハットはオープンシフトを主軸にお客様の業務改善を支援していきますこれに伴って多くのパートナー様のご支援をいただきながら一緒にエンタープライズのコンテナビジネスを牽引していければと思っておりますさて ここで本日のイベントにご協賛いただきましたスポンサー企業の皆様をご紹介させていただきますこちらのスライドにございますようにゴールドスポンサー様シルバースポンサー様ブロンズスポンサー様の合計十三社にご協賛いただいております改めましてご協賛いただきましたパートナー皆様に深く御礼申し上げますまたこの後のセッションでは 三菱電機様日本キューレットパッカード様東日本電信電話様より事例をご紹介いただきますご多忙の中ご協力いただき心よりお礼申し上げますぜひ最後までお楽しみいただけ,ただければと思いますご静聴ありがとうございました